中谷浮一郎、中谷浮一郎、中谷浮一郎、1900年、明治33年7月4日から1962年、昭和37年4月11日は、日本の物理学者、随筆家。一回は肖像くらい。君党は、君位等。学位は、理学博士、京都帝国大学、1931年。北海道大学理学部教授を、 北海道帝国大学時代から勤め、世界で初となる人工雪の政策に成功した。石川県江沼郡片山津町、現、加賀市出身。学齢期になると、母方の親族に預けられ、大正寺町、現、加賀市に転居。大正寺町立金城人常高等小学校、卒業後、旧正小松中学、現、石川県立小松高等学校で、 寄宿舎生活を行い卒業。1922年、第四高等学校を卒業し、東京帝国大学理学部物理学科に入学。寺田虎彦に教えを受け、実験物理学を志す。卒業後は、理科学研究所で、寺田研究室の助手となった。1927年、藤岡作太郎の長女の寮と結婚。その後、1928年、 イギリスに留学し、キングスカレッジロンドンにて学んだ。同年には日本に残してきた妻をジフテリアで亡くしている。留学後、1930年に北海道帝国大学理学部助教授となる。1931年に京都帝国大学にて理学博士号を受ける。その代は、オンザエミッションオブソフト X、レーズバイィファレントエレメンツ。 ウィズレファレンス通在フェクトオブワドソーブドガス、各種元素による超波長 X 線の起こり性について特に吸着擬体の影響につき、教授となった1932年頃から雪の結晶の研究を始め、1936年3月12日には大学の低温実験室にて人工雪の製作に世界で初めて成功。 気象条件と結晶が形成される過程の関係を解明した。他にも登場や着氷防止の研究など低温化学に大きな業績を残した。また前年には再婚している。1938年肝臓ジストマと診断されたケミ太郎指示の下、療養する。1939年日本において科学映画の講師となるスノークリスタルズ。 東方文化映画の指導を行う。1941年、人工雪の研究をもとに、北大に低温科学研究所が設立されることが決まり、1943年に開所、中谷はその主任研究員となった。この研究所は、当時の情勢から、軍事研究もその目的の一環に含まれ、会所後には、軍の要請により、航空機への着氷防除北海道、 千島における霧の研究がそれぞれ行われた。校舎は飛行場の滑走路に発生する霧の除去がその目的であった。研究成果の実用化を急ぐ軍に対して中谷は基礎的研究が解決への唯一の承継と基礎研究を重視する立場を崩さなかった。1945年、ニセコの着氷観測書をもとにして農業物理研究所を発足させ、 所長に就任する。しかし、学内から戦争中の軍事研究への関与について批判を受ける。さらに、人工雪結晶の記録映画を再撮影するにあたり、ゼネラルエレクトリック研究所から提供されたフィルムが GE 研究所とアメリカ空軍との間の契約研究費から支出されていたことが問題視されて、低温科学研究所を退職した。 1948年には、日本映画社の協力により、科学映画、下の花、大雪山の雪を完成させ、この時の日映画のスタッフだった、吉野薫治、小口定蔵らと共に、その翌年、中谷研究室プロダクション、岩波映画制作者の前身を設立。1952年、アメリカ合衆国入りの異衆、ウィルメット、の説表等度研究所、 シップは、現、の基礎研究員となりとべえ。1954年まで氷の物性の研究に、従事し、帰日。1957年、グリーンランド評判の研究に着手。以後1960年まで、毎年グリーンランドに行き研究を続ける。1962年4月11日、前立腺癌のため、東京大学医学部附属病院で死去。 去年61、海名は、文創院政権清志、幸子こ死後、肖像院、訓位等を授与されている。自身の研究を含め、科学を一般の人々に分かりやすく伝える方法としても、追筆を良くした。著書には、冬の花、立春の卵など、雪は、天から送られた手紙であるという言葉を残した、こともられる。深田久也は、同郷で幼稚園。 小学校、大学での後輩になる。九百三十三年から中谷博士は自然の雪を観察し、三千もの鮮明な雪の結晶の写真版を作り、それらを七つの主要なものと多数の主要でない種類に分類した。これらの観察の一連の流れ、つまり天然の雪の写真を撮ったり、天気の条件に応じたそれらの様子を分類したりすることの中で、 彼は実験室の中でできた氷の結晶から人工的な雪を作ることが必要と感じた。彼は空洞のガラス管に水蒸気を発生させ冷却した。彼の最初の機体とは逆に雪の結晶を作ることは簡単な作業ではなかった。切片が作られる代わりに氷の結晶が彼が核のために使っていたトンの紐にひっつく、虫のように育った。 低温の実験室は1935年に開設され、氷の核のために様々な材料を用いて実験は続けられた。これらの実験では、羊毛の糸の方が木綿の糸よりも良いことが明らかになったが、目標である雪の結晶形成はしていなかった。ある日、中谷は実験室で、ウサギの毛皮のコートの毛の先に雪の結晶があるのに気づいた。これは、 初めて人工的な雪の結晶を生産することへ導く重大な発見であった。最初の試みから3年経った1936年3月12日、彼は実験室にある器具の中で、ウサギの毛皮の一本の毛の先端に雪の結晶を作った。1937年の12月、彼は彼の実験室で、たくさんの種類の人工的な雪の結の写真を撮った。 それらの写真は彼が大いに称賛していた1937年出版のウィルソン・ベントレーの雪の結晶に影響を与えられたものだった。中谷は雪の結晶の研究を続け、どのようにして自然の中で様々な模様の雪の結晶が作り出されるのかを解明した。その後彼は蒸気、気温、下方は、そして雲の中の余分な蒸気の密度との間にある、 係りを説明した中谷ダイアグラムを公表した。中谷の功績は現在彼の研究所がある北海道大学のキャンパス内で六角形の石碑によって今日も記念されている。彼の最初の装置は低温科学研究所に保存され展示されている。弟に創生した考古学者の中谷ジグ郎。娘に霧の芸術家中谷不二子。 業績を称えて、南極の地名が、中谷諸島、小惑星1152番が、宇吉郎と名付けられた。出身地である、石川県加賀市には、中谷宇吉郎雪の科学館が設立されており、雪の結晶を模した外観を持つ六角形の建物となっている。また、北海道の六家亭に、き吉という菓子作りを依頼し、一度だけ作られたことが、 あるが商品化はされていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。